お前はどこまで見えている？あんたの死に様だ。俺の死に様か。では再現してみろ。血取り、血取り流し。強く。最後にいたち。お得意の幻術で茶番か。何が知りたい？もう一度言う。現実。俺の質問に答えろ。答えるまでその胸の痛みは続く。3人目、もう一人のシャリンガンとは、ウチハ一族とは誰だ？そんなことを気にする？あんたの次にそいつを殺す誰だ？ウチハ、マダラだ。木ノ葉隠れ創始者の一人、万華鏡シャリンガンを最初に開眼した男だ。マダラならとっくに死んでいるはずだ。俺をおちょくってんのか？マダラは生きている。ざれ言はやめろ。誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。あの夜の出来事、術の中にいるのだとそう思いたかった。でもない現実だった。今の俺の目は昔とは違う。相変わらず強気な物言いだな。とりあえず受け取っておこう。芝居に付き合うのはこの辺でいいだろう。どうやら心の中の俺がちゃんと見えた。全てはこのためか。たどり着いた。目的を果たす時が来た。お前には俺の死に様が見えているらしいが、お前の目的は残念だが幻に終わる。お前は万華鏡を持ってはいない。あんたがその目をいくら使おうが、この俺の憎しみで幻は現実になる。あんたの現実は死だ。許せ、サスケ。これが俺の現実だ。光をもらう。だから言ったのだ。万華鏡を持たないお前がこの目を持つ俺にかなうはずがないと。もう片方ももらうぞ。あれが地味の力か。これが力の差だ。そしてお前と俺の動力の差だ。
けやしないんだから、あとは好きなように料理できるでしょう。あれ、俺のつくよみを奪ったんだ。つくよみを終わり器量のさ、サスケの才能がイタチの想像を超えていたということだ。ならばそれを現実にしてやる。あのアマテラスが見られるかもしれんぞ。え、アマテラス？アマテラスはその目が映したものを焼き尽くすまで消えない黒い炎という。仕込み手裏剣。最後の手裏剣でうまくいったな。さっきのツクヨミの反動か。いい感じだな。おい、カトン豪華級の術。この程度の傷じゃまだまだだ。カトン合格。サスケの方が押してる。アマテラス。お、出た。炎で炎を食い尽くし、やっぱりイタチの勝ちか。アマテラスを止めたな。目を奪う気だ。下に。カトン合流カトン術。あるね。まずい。うわ、さっきのアマテラス、相当の負担がかかったようだな。お二人ともバテバテだね。チャクラないんじゃない？これが俺の最後の術になるだろう。シャリンガンはチャクラを見る目だ。もうお前にチャクラが残っていないのはわかる。確かに今の俺にはチャクラはない。だが俺が何もせずここに来たと思うか。瞬だ。この術はアマテラスと同じご希望通り再現しよう。あんたの死に様を。あのカトン攻撃の狙いはザとカトンを空に打ち上げ、大気を急激に温め、黒エネルギーではなく膨大な大気のエネルギーを利用してライトンの術を行う気だ。この術は天から降る雷。俺はその力をあんたへと導くだけだ。したら避けられるわけがない。よりも早い。来い、雷鳴と共に散れ。
だとは。イタチは死んじゃったのか。終わったぞ。これがお前の再現したかった死に様か。クソが。あれはやられていたな。なんだ。本当に強くなった。俺の最後の切り札を見せてやろう。サノーだ。サスケ、お前の術はこれで終わりか。惜しみはしなくていいぞ。ここからが本番だ。あげる。私が力を貸してあげるわ。私の力を解き放ちなさい。そうすればあなたの願いは。オロチマルのヤマタの術か。出るものが出てきたな。のおかげでサスケ君の抑えのチャクラが消えてくれた。この程度の攻撃で私がやっ。この剣はまさか戸塚の剣。戸塚の剣に来たもの、ついにの現実世界に永久に飛ばし。何なんだあのイタチの術。ゆっくりいただくとしよう。あのサノーとかいう術、あの盾で全ての攻撃を弾き返して。それに攻撃には戸塚の剣がある。完全に無敵だ。嘘、あれってイタチ死んでない？それってシャリンガンの使いすぎが原因？いや、それは断定できない。